こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。お願いします。お願いします。お願いします。今日は、外に出かけるときに、おすすめなちゃちゃっとできるハーフハーフアレンジをやっていきたいと思います。はい、カジュアルなハーフアップアレンジになっているので、外にちょちょっとお出かけに行ったりとか、ちょっと、あとアウトドアに行かれる方とかにすごいおすすめになってますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、はいはい、それでは動画スタート。はい、よろしくお願いします。32ミリのコテで毛先を巻いていきます。外羽に全部巻いていきます。反対側も同じように巻いていきます。何個かに分けて通してあげると全体に均等に熱がいくので小分けにして巻いてください。今回は外羽に巻いてますが、お好みでミックス巻きでも大丈夫です。オイルを5滴くらい出していきます。手のひら全体に伸ばして、毛先から順に表面に伸ばしていきます。ハーフアップなので、内側もしっかりとつけていきます。こめかみから一直線上に取り分けていきます。手ぐしでしっかりと溶かして、斜めに半分になるように分けていきます。左側から時計回りにねじっていきます。この時に根元の方できつくねじっていきます。そうすると、だんだんねじった部分が曲がってお団子状になってきますので、お団子になるまでねじっていきます。毛先は少し余らせた状態で上からゴムで留めていきます。分け目が少し出てくると思うので隠すように下にずらしていきます。トップの部分にボリュームを出します。こういうアクセサリーがあれば、毛先の部分につけて完成です。はい。はい。こんな感じで出来上がりました。はい。今日のポイントは、お団子をねじるところですね。基本的にお団子ってこう、引き裂いたりとか崩したりとかしないと可愛くならないんですけど、形綺麗にならないしね、はい、なんですけどねじることによって、引
き出さなくても形が綺麗に見える方法かなと思います、うん、ぜひちょいとお出かけしたいときやってみてくださいはい、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。やっぱりチョコがあります